今年4月23日午後、斜里町の知床半島沖で乗客乗員26人が乗った小型観光船カズワンが沈没し、20人が死亡、6人が行方不明となっています。事故の発生から半年を迎えた今日、う、斜里町役場に設けられた喧嘩台に花を手向けに来る人の様子が見られました。忘れられないですもん。つらいですから。 ご家族のことを思うとね <laughs> とにかく早く残された方も見つかってほしいいと思います。国の運輸安全委員会が事故原因を調べているほか第1管区海上保安本部は観光船運航会社の桂田精一社長について業務上過失致死の疑いを視野に捜査しています。